本日はアスペルガーの話し方の特徴についてコントで演じてみたいと思います。あなたもあるあると思うことがいくつもあるはず。そして後半ではそのまとめを詳しく解説し、より良いコミュニケーションの取り方も解説しておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは用意スタート。ねえ、昨日めっちゃ面白かったよね。めちゃくちゃ腹抱えて笑ったわ。かぎくん、イッテ Q 昨日見た？いいえ。あ、そう。テレビとか普段見るの？いいえ。おお。でもどうだ？いいえ。めっちゃ食い気味に来るじゃん。そう。いいえ。まだ何も言ってねえよ。愛想悪いなぁ。あ、じゃあなんか YouTube とか見る感じ？あ、はい。あー、そんな。じゃあ、俺もあんま詳しくないんだけどさ、ブンブン、ハロー YouTube、平均です、みたいなやつ？あ、見ないんだ。じゃあ、なんか、スライム風呂とかね、はじめ社長っていうの？ああ、見ないだ。じゃあ、メンタリストさん、すごいですよね。やっぱ、今日、YouTube において、めっちゃ食いつくじゃんっていうのを広めた第一人者ですから、本当、メンタリストさんってめちゃくちゃ勉強になるし、すごいですよね。やっぱ、トーク もちろんなんですけど、知識量が、本当に。わかった、好きなのはわかった。嫌な、口下手だと思ったら、めっちゃ語るじゃん。ああ、そんな。あ、なんか、結構見るんだね、メンタリスト大吾。まあ、いえ、好きというか、まあ、投稿されてる1838本を全部見ただけですね。いや、めっちゃ見てるじゃん。ああ、すごいね。あ、じゃあさ、メンタリスト大吾に憧れて、YouTuber 始めたっていう、仮メンタリスト L ってのは好き？いや、わかりやすいな。まあ、そうなんだね。あ、てかさ、話変わるんだけど、来週末に飲み会があるんだけど、カズキ君も行く？いや、僕は飲み会では行かないです。忙しいんで。先輩も酒ばっか飲んでると出世できないですよ。いや、口悪いな。余計なお世話だよ。そっか、残念だわ。なんか、カズキの本屋さんとか YouTuber が来るみたいなんだけどさ。え、カズキの本屋さん来るんですか？本の要約から、毒親や発達障害の解決法まで教えてる、カズキの本屋さん来るんですか？最近ではコント解説とかやって、面白おかしく学べるコンテンツを発信してるカズキの本屋さんが来るんですか？ああ、知ってるの？詳しいね。多分、そういうの人だと思うんだけど、まあでも忙しいなら。いや、暇です。本当は暇でしたけども、先輩たちと飲みに行くのがだるかったんで言い訳しただけです。いや、気分悪いな。嘘くらいつけるよ、ちょけ。まあまあでもいい。行くならいいよ。ごめん。ああ、忘れた。カズキの本屋さんが来んの、来月の飲み会だわ。まあでも暇だったらさ、来週の飲み会もさ、来なよ。うん。いろいろさ、YouTube とか教えてよ。あ、いや、メンタリストの大子さんと飲みに行くんで、ちょっとやっぱ忙しい。いや、嘘下手だな。カズキの本屋さんへようこそ。いかがだったでしょうか？あなたはいくつ当てはまりましたか？アスペルガーの話し方の特徴ですね、演じてみました。口下手とかコミュ障なんて言われますが、実はそうではないようです。ということで、今回後編ではアスペルガーの話し方についてもっと詳しく掘り下げて解説していこうと思います。アスペルガーの話し方特性、まず一つ目が雑談が苦手ということです。こっち側でみんながワイ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 、イッテ Q がなんだとかテレビの話をして盛り上がっていたのにもかかわらず、アスペルガーの人はブスーッと、興味ない話には参加しないという状態でしたよね。アスペルガーを持っていますと、目的のない雑談とかっていうのがとても苦手なので、それが故に人間関係を構築するなんてことがね、難しかったりします。また、怒ってるわけでもつまんないわけでもないんだけど、ブスーッという顔をついついしてしまうという癖がありまして、それが故に周りからはなんか怒ってんのかなとか、なんかすごい KY だよねと煙たがられて、知らない間に見ながら嫌われてる、はぶられてるなんてことがよくあります。さらにですね、返答なんていうのも、はい、いいえ、わかりました、わかりませんみたいなね、すごいバリエーションが少なくて、なんか面白くないな話しててもというふうに思われて、友達が少ないと。ただ別にアスペルガーを持った人、特にグレーゾーンの方は一人が好きだけども孤独が辛くないわけではないので、友達欲しいんだけど友達もいないし何喋っていいか分かんないと苦しむ方が多いです。ちなみに雑談どうやったらいいのという方のために、雑談が上手くなる方法というね、動画以前投稿しましたので、こちらはぜひ一度チェックしておいてください。また人見知りあるあるみたいなね、コントで面白くおかしく、どういうことを話せばいいのか、どういうことはしちゃいけないのかっていうこともお話ししています。そしてアスペルガーの話し方2つ目が、好きなことは語れるということです。
雑談は苦手というお話を先ほどしましたが、逆に自分の好きなこと、興味のあることであるとか、プレゼンテーションなんてのはすごい上手いです。なので、アスペルガーってコミュ障のイメージありますけども、営業職で結果を残してるって人は結構いるんです。なので、先ほど友達がいなくて苦しむなんてお話ししましたけども、同じ趣味とか、同じ仕事してるとかだったらもう永遠と語り合えるので、そういったコミュニティであるとか、同じこと語れる人なんてのね、SNS とかで探してみてください。すると、自然と友達というのはできていきます。まあ、ただね、専門用語とかゴリゴリ使うからね、肌から見たらなんか宇宙人みたいに見えるんですけどね、本人たちが楽しければそれで OK です。なので、アスペルガーだから口下手コミュ障というのは間違った認識だということを覚えておいてください。そして、アスペルガーの特性3つ目が、素直で正直ということです。思ったことをすぐポンって言っちゃうんですよね。特にイメージをするのが苦手だったりしますので、これ言ったら相手どう思うだろうなということがちょっとわからない。それが故に何気なく言った言葉で相手を傷つけてしまったりとか、悲しませるということがあり、仕事だったら怒られるとか、はぶられるとか、学校だと仲間外れされるなんてことが多々あります。そういった理由からも、アスペルガーを持った人というのは人間関係を普通にたくさん構築するというのは難しいんですね。ただ、正直なのが悪いことではないんですよ。アスペルガーを持ってるからかもしれませんけども、僕も陰で何か言うぐらいだったら、嘘つかれるぐらいだったら、正直に言い合った方がいいって思うんですよ。ただ、定型発達、つまり発達障害を持っていない人の多くというのは、適度に相手を傷つけない嘘とかね、距離感を保って正直に生きないという人が、まあ、いるので、そういった中でアスペルガーを持った人というのは、とても浮いてしまいます。言わないことも時として大切ですし、自分がよく傷つけてしまったりとか嫌われるようなことを話しちゃってるなという方は、特に話し方、言葉遣いに気をつけてください。とは言ってもよくわかんないなという方は、アスペルガーの人が解けない問題というね動画を投稿しましたので、こちらを見て研究してみてください。これ何度も何度も見て、どういう法則によって人が嫌がるのか、傷つくのかっていうのはね、ちょっとずつ分かってきます。そのマニュアルをいくつか作っておくことによって、人間関係というのはとても円滑になりますので、要チェック。合わせてご覧になってください。僕は普段発達障害というのは素晴らしい才能ですよと、その才能が素晴らしすぎるがゆえに、その副作用として苦手なことはちょっといっぱいありますよなんてお話をしています。なので雑談が苦手だったりとか、正直で素直すぎて人を傷つけてしまうなんてことがあるんですけども、自分の得意なこと、好きなことでしたらうまく語れますし、アスペルガーの武器、ルーティンが得意だったりとか、過集中なんて特性があったりしますので、苦手を少しずつ補いつつ得意なところを伸ばしていってください。今回の動画に関連して、アスペルガーの理解を深めるための動画ですとか、嫌われてしまう話し方、嫌われないように話すにはどうすればいいのかというね、動画を動画説明欄に貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってください。今日の動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、僕は毎日20時過ぎから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか、面白おかしく雑談なんてことをしておりますので、なんか面白いことないかなとか、人間関係困ってるんだという方は、ぜひ覗いてみてください。人間関係というのは確かにとても難しいですが、アスペルガーというのは素晴らしい才能ですので、得意なことを伸ばして、共に幸せになっていきましょう。あなたの幸せ成功、これより応援しております。以上、かずきでした。